どうも、芸人の小屋健太でございます。皆さんにはね、小屋健とか、そんな呼ばれ方をしておりますね。えー、まぁ、あ、今回、淡路ということで、徳島に関係のあるテーマを何か一つ、ピックアップさせていただいて、10分前後のラジオを撮るという、一口ラジオコーナーでございますけれども、今回のテーマが徳島の悪いところ。 ね、いいところ言うとけやという話なんですけど、まあ、僕はなんて言うんでしょうね、その、正直でありたいというか、うん、まあ、徳島のいいところと悪いところを並べたときに、やっぱり悪いところの方が多いんですよ。これは仕方ないところで。悪いところの一番最初に来るのが、悪いところの方が多いやから。 ちょっと日本語が崩壊しそうですけど、ついてこれてますか <laughs> 悪いところ、何が一番悪いかって悪いところの方が多いところやからな。うん、なんか言うてもちょっと日本語わかりにくいんですけど、まあそんなことを喋っていこうかなと思うんですけど、まあこのラジオの大前提、ね、えー、まあ学びがあること。とりあえずこの10分前後、何分になってるかわかんないですけど、取り終わったやつを聞いてもらうと、人に言えるような何かを、ま得ているというね。 えー、それはまあコンセプトにしてやっていきたいと思いますので、今回も喋っていきたいんですが、徳島の悪いところを自分でポンポンポンと考えてみたんですよ。何個も結構出てくるんです。徳島のこれあかんな、あれあかんな、みたいなのがあるんですけど、まあそれいろいろ考え終わって、まあこんなもんかと思った時に、あれでもこれって俺の主観やなというか、まあ自分だけの意見の可能性があると。うん、じゃあちょっと他の人の意見も知りたいなということで、パッとネットで調べてみたんですよ。ほんだら、 徳島の悪いところっていうのを過剰書きでバーって書いてるサイトみたいなのが出てきたんですよ。で、まあそれ上から見てた。この過剰書きでね、パって書いてるの。ほんなら、ああ、わかるわかる。あわかるわかるわかる。ああ、確かにそうやな。わかるわかる。みたいな感じなんですよ。ほなけどね、な、なんて言うんでしょう、こう、ちょっと足りてないのよ。なんか、ごっつい堂々と書いとるんですけど、な、なんかちゃうのよ。ほんまに悪いところを見えてないというか、今日はね、僕がもうラジオのこのどっかで、 徳島のこの過剰書きでね、ネットに載ってる悪いところ、これ、今、まあ、一個一個解説しながら、パーっと喋りますけど、そんな中でもみんなが気づいてない徳島のほんまに悪いところ、これをバーンと言いますんで、それをちょっと頭に入れといてほしいなと思うわけですよ。で、まあこの過剰書き委員会とサイト見ますよ。一番上書いてるのが交通マナーが悪い。 ね。これはもう大正解です。これは徳島の悪いところやと思います。徳島って電車がないので車文化。とにかくみんな、一家に、一家に三台とか、一人一台みたいなレベルで車持ってるから、うん、高校卒業したらまず、もうみんな車を持つみたいなレベルで、結構やっぱ東京とかに比べたら、乗る率が高いんですよね。そんな中で、まあ、運転中にウインカーを出さないのは当たり前。クラクション鳴らしっぱなしは当たり前。 もうひどいやつに関しては、窓開けてなんか、ああ、ああ、みたいなの言うてるから <laughs>。もう、もういわゆるね、そういうやつのことをボロッタって言うんですけど、まあこれ方言ですかね。ボロッタが多いんですよ。ほんまに、むちゃくちゃなんですよ。法律はないのかいというね、不安にかられるぐらい。もう割り込みなんて当たり前。ほんまに狭い隙間でもギューンとウィンカーださんと入ってきたり。 まして、なんか時速4キロで走ってるおばあちゃんがおったりとかね。もう運転に関しては徳島でできたら全国どこでも通用するんじゃないかと思うぐらい、ほんまにマナーが悪いです。だからこれは合ってます。えー、車がないと不便。 声も書いてますね。まあこれは要はアクセスの問題。電車がないので車がないと何もできひん。で、観光地までが遠かったりもするので、えー、徳島、北に、徳島市内から見てね、北に行けばなると、まあ大塚美術館とか、えー、渦潮の橋があったりとかね、いろいろ。ほんで、東の方にバーッと行けば、東じゃないわ、西やわごめんごめんえー、西の方にバーッと行けば、矢野かずら橋があったり、南の方にバーッと行けば、海亀が卵を見に来る砂浜があったりとかね。でもこれ全部が遠いから車がないと成立せん。まあこれもわかるんですよ。 大型商業施設が少ない。これも書いてます。まあ、徳島っていうともうイオン、ユメタウン、フジグランっていうね、まあ、デパートみたいなのはあるんですけど、まあ、やっぱり、うーん、都会に比べたほんまに行くとこがない。だってそういうとこって行っても、まあ、イオン行くやん。例えばデートとか分かりやすいですよね。カップルでどこ出かけるんだってなって、まあ、イオン行きました。えー、次の週もイオン行きました。じゃあその次の週、ユメタウン行きましょうって言っても、店変われへんのよ。もう一回イオン行ったら大体一周回るやん。 それで行くとこがなくなってしまって結局みんな引きこもるんですね。行くとこない、行くとこない。それで県外に出る人が多いから、まあ、徳島の大型商業施設が少ないっていうのは若者が徳島に残らない理由の一つですよね。えー、中心となる商店街なしということで、まあ、商店街の規模とかもそうですね。これは、え、何々町って言うたらこの商店街っていうのは結構東京とかやったらあったりするんですよね。 大山とかそれこそ、すごいいっぱいありますよ。こんな中でやっぱ徳島を代表する商店街はもうポッポ街ですから。<laughs> もうただの通り道みたいになってるね、こんなとこなんですけど。まあ美味しい店とかもあるんですけどね。やっぱ規模がちっちゃい。えー、親しみにくい県民性。これも書いてますね。親しみにくい県民性というかね、はっきり言ってなんかこう、村八部に最初からなってるみたいなことやと思うんですよ。特に県外から移住してきた人を、 受け入れてくれる人がたまたまいい人やったらいいですけど、まあまあの確率で、なんかもう地元の人で塊というかグループができてたりとかね。東京とかやったらもう田舎者の集まりですやんからな。もともと東京出身の人ももちろんおるけど、まあ他県の人と触れ合うことに最初から慣れてるから、外国の人とかも多いしね。だけど徳島ってほんまに方言だけで成り立ってるようなもう田舎の、うん、ちっちゃいとこがあったりとかするんで、 ま、県外の人はかなり馴染みにくいかなと。プラス、この、性格がきつい人が多いんですね。これは僕も徳島出身なんで自分であんまわからないんですが、まあ、代わりも扱いされることは多いかなと、思います。何がお前の方がおかしいわ、とか思うんですけど、それのことを多分書かれてるんでしょうね。<laughs> 俺は全部アットロわイとか思うんですけど、だけど、やっぱ旗から見たらはーっとなるという。徳島はちょっとね、変な人が。 多いです。ね、親しみにくい県民性。なんて言うんでしょう。あの、TikTok やってるだけで思んないみたいな決めつけ持ってる人が非常に多いというか。このくせやっぱりテレビは大阪のテレビが流れるので、なんかお笑いに関してはちょっと厳しいみたいな。思んないことに対,対してすごい厳しいみたいな。おもろいもんはおもろいでいいと思ってるんです。それよりもおもんないもんに対しての当たりがきつい気がします。これはあるかもしれない。 高知なんかだって、ね、M ステ流れへんやんか。その地方の局の関係でね、ケーブルテレビかなんか入らな、M ステとかも見られへんねんけど。でもそれも見下してるし、<laughs> やっぱ良くない <laughs> 県民性っていうのがあります。これはもちろん全員じゃないですよ。あの、そう思ってる人が結構おるというだけでね。えー、あと、台風の直撃が多い。これも書かれております。 まあ、要は風が強いんですね。徳島県、えー、ダメなところ表みたいなのがあるんですけど、えー、まあ、それにも風が強いって、のはとにかく書いてます。もう海とかいったらバーベキューなんかできひんぐらいね、風がボーボー吹いてたりもします。だけど、やるとこはいっぱいあるんでみんな好きなんですけど、とりあえず自然とか、そういうところで楽しみ方を見つける人はかなり多いので、 まあ、うまくスポットを使ってやってると。まあ、そんな感じですね。えー、次、PR がうまくない。これはめちゃくちゃ思います。これ今、過剰書きにしてるやつバーっと上から言うてってるだけなんですけど、PR がうまくないは間違いないんですよ。魅力度ランキングがね、46位とかなんかそんなおをよう取るんですけど、一番下が、なんやっけ、茨城とかかうん。で、茨城が最下位やって言うんでテレビピックアップされたりとかあるんですけど、この絶妙にケツにケツさんをよう取るから、なんのピックアップもないんですよ。 ほんまに褒められることもなくて、え徳島ってこう、例えば VS 東京みたいなね、えー、なんかコンセプトを県が掲げたりとか、いろいろなんかおもろそうなことは用意できるんですけど、蓋開けられたら何にもないみたいな。ほんで、これはちょっとサイトにも、ここにも書いてるんですけど、まあ、えー、徳島のいいところはって聞かれたときに、あ、阿波踊りがある。ラーメンも美味しい。え、他は他はって言われたら止まる人が多いと。 まあそんなこと言うてます。でも確かにそうなよ。だってないもんっていう、うん、根本があるのに、やっぱりちょっとええー、過去せなじゃないけど、なんか言わないみたいなのもあるんで、とりあえず阿波踊りとか、そういう有名なもんを出したら、もう積むんですよ。だから全員の回答が結構似てくるんですね。徳島のいいところ聞いたら、まあ阿波踊りがあって、とか、すだちがあって、とか。ね、そんな、アメリカなんか、チーズバーガーがうめえぜとか言ってきたら、もうすだちなんかもうキューとちっちゃなるから、 もうそれぐらいのことなんですよね。だから PR が上手くない。ほんでほんまにええとこもあるのに、それ伝えるのもまた下手なんですよ。みんな Facebook でばっかり伝えるから。Facebook <laughs> 文化めっちゃ残ってるから、鎖国みたいな感じになってんだよね。えーまあ、そんな待あって PR が下手くない。全国の人にアピールが下手やと。うん、だから僕は YouTube とかを使ってやってますけど。まあそれでもまた下手ですから。えー、魅力度ランキング。 を生かせないということでね。あ、逆にいじられてるような位置やのに、えー、まあ、それをうまく笑いに変えれないという。そう、マイナスをね、出さないんですよね。なんもないけど、ええとこじゃんみたいなのを言わない。徳島ってほんまに何もないんよって言うと終わりの人が多いんですね。だけど、まあ、これは、あのー、わかるなという感じなんですけど、まあ、これが、今のところ書いてた、過剰が来てバーって書いてた徳島の悪いところなんですけど、これね、みんな意外と気づいてないんですけど、 徳島って口臭いやつ多いですよね。<laughs> これ、僕ずっと思ってるんやけど、徳島って口臭いやつ多いんよな。これ、ごめ,んごめんなさいね。もうマニアックな話やで。これはあの、僕の完全な個人的な意見やし、僕の周りの人がそうなだけかもしれんし、あの、なんやろ。もちろんいい匂いの方も多いですよ。だけど、これ全国と比べてって感じね。 なんか東京におった時って、そなね、やっぱこう、人混みに対してこう、講習をあんま気にせんかったりしたんですけど、徳島でなんかすれ違うおっさんってみんな口臭いんですよね。<laughs> ほんな言うと怒られるけど、もちろん臭ないおっさんもいますけど、なんかね、これ意外と盲点ちゃうかなっていう。徳島みんな口臭い。まあ俺理由あるんですよ。みんなラーメン食いすぎなんですよ。 ラーメン食うと、あと、ハーミガカンと全員喫煙者やから、徳島の人って。<laughs> やっぱ、バコそうから、とかもあるんでしょうけど。あと、なんか、喫茶店好きな人とかも多いんで、コーヒー飲んでとかもあるんかもしれんけど、なんかこれ、昔から思ってるんやけどね、共感を得られないんですよね。うん別にお、おっさんを批判してるわけではなくて、そんなもん臭い方が悪いんやから。 <laughs> うん、ほらげんね、ちょっと僕も気ぃつけなあかんなと思いながら、絶対知らんとこで子供たち、ピュアな子たちにはあのデブ臭いとか思われてるかもしれんからね。うん、その辺は気ぃつけていきたいなと思うんですけど、ちょっとね、あの、今回はこれ言いたかっただけで、あの、わざと10分喋ったという回ですね。 徳島ってなんか口臭いやを追わないって言いたかっただけというえ10分でございますけど。ま別にあの批判してるわけじゃないから。まあ口臭いやつは口臭いやつがある。いつまで言うとんなこれ <laughs>。もうええわということでね。まああの、ちょっと言いたかったことを言うただけですけど。また聞いてくれたらと思います。ほな以上です。ありがとうございました。